クンドイとは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ホルヒハイム軍に属する町村で、ピンツベルクに本部を置くゴスベルク行政共同体を構成する。この町には、教会とクンドイと城がある。レーゲンスベルクからバインガルツを望む。この町は、公式には4つの集落からなる。クンドイとは、1109年に、 バンベルクの聖アーコップ人学校領の設立書でシューズルーティーとして初めて言及されている。レーゲンスベルクの城は1251年からバンベルク市教の霊園であったことがわかっている。14世紀にエグロフシュタインの領主により建設されたクンロイトの水木も1412年以降やはりバンベルク市教の霊園となった。1426年。 クンドイトの教会が建設されたが、1553年の第二次辺教迫戦争では、ブランデンブルククルムバッハ辺教迫アルブレヒト・アルキビアデスによって村も城も教会も破壊されてしまった。1560年、エグロフシュタインの領主がプロテスタントの教区を設立したことをきっかけに、クンドイトはプロテスタント化した。1700年、クンドイトは、 バンベルクの支配から解放され、クンドイト城は、フランケンの神聖ローマ帝国騎士領の関東、官房所在地となった。1805年に、クンドイトは、バイエルン領となったが、1845年までは、エグロフシュタイン男爵あるいは、白の世襲領主権が存続していた。クンドイトの議会は、主張を含む13議席で構成される。ズ柄ガラ、黒と金で、 左右に分割されたノコギリ壁模様の頭部。その下は銀と黒で左右に分割され、向かって左は左を向いて赤い舌を出している黒いクマ。向かって右は金のイノシシ狩り用の槍。ありがとうございます。